久保さん EV カーに関しては電池問題ですね <laughs> まさに電池問題でもこの電池問題が改善されればまあちょっとまた変わってくるんじゃないかなと思いますけど今の技術に技術から換算するとあの電池交換ね30年後乗れんのかとでも30年後の未来は予測できないので30年後だったら まあ電池はねまた改良されてると思いますけどねただその電池を作る CO2 はどうなのかみたいなね <laughs> まあいろいろありますけどただエネルギー問題ですねだからそのテスラでいいんじゃないですかね <laughs> そのテスラの昔開発したあのなんだもうエ,ぜエネルギーエネルギーをずっと吸収し続けるっていうその ね、あの研究があったと思うんですけど、まあ、それは闇葬られたみたいなありますけどねその石油売ってる会社がどうなんだみたいな電気売ってるとこはどうなんだみたいになってるだから多分もうすでにまあそういう技術はあるんだけどもそれをやっちゃうと無限にエネルギーをねこの。 酸素中から抽出まあこの自然エネルギーからこう抽出して無限に走れる車ができてしまうといろんな問題が出てしまうので世には出ない技術ですねなかなか出ないっていうでもそのうちそれも出てくるのかもわかんないですけどただやっぱ世界を牛耳ってるそのあの主,主要エネルギーですよねまあほとんどその戦争とかも何が何が結構発端で行うのかっていうとエネルギーなんですよね。 うん、エネルギーをどうだからその何すかね多分まあ昔の戦争の中にもそのエネルギー問題って結構携わってると思うんですよ、うん、だからその要は結局その領土この領土を占拠するとエネルギーを確保できるみたいな話ですよね、うん、だからまあテスラのね研究が今後どうなるのかっていうところででも世に出てくんのかな どうなんですかね、無限エネルギー出てきちゃうとどうなんですかね <laughs> いろんな会社が潰れちゃいますもんね、うん、どうなるんでしょうかいってらっしゃい